ちょっと今回の魔王の地図の一連の流れには言いたいことがありまくる。はい、一応ガチャ動画ですが、言いたいことがありまくる。はい、おはようございます。チーム手巻き TV です。ということで、魔王の地図登場してからいろんな意見が出てきてますよね。はい。まあ、それぞれのね、冒険者にそれぞれのこのプレイ頻度とかプレイ強度とかがありますんでね。まあ、もちろん全ての人の意見を聞くわけじゃないとは私も思ってるんですけど、まあ、今回のね、魔王の地図、私的には仲間モンスターの魔王の卵が、これ一緒に冒険をいっぱいやる人だと無限に取れまくってしまうってところが大問題だと思ったんですよ。はい。ていうかもうね、私にとっては大問題はそこだけだと思ってます。はい。もう自分の元に回ってくるときには宝の地図のレベルが高すぎて倒せないよとか、うん、一緒に冒険やってる人の方がなんか早くね、魔物メダル集まるじゃん、ずるいじゃんとか、お前そんなお前余ったれてんじゃねえ、てめえが課金しろよってね、私は思う派なんですよ。まあそもそもね、こういうコンテンツなんていくらでもあるじゃん。まあでもね、上限があるじゃん。うん、例えば、滅多に枠の心だってさ、最初私、車で滅多に枠の確定スポット回りまくって、キラーマシンのね、S を4つ集めた時とか、まあまあまあ叩かれましたよ。でもそんなんね、4つが上限なんだから、まあそのうち皆さん追いついてくるじゃない。でもね、そういうコンテンツばっかなのよ、基本的にドラクエウォークっていうのは。だから今回もいくら早くね、多く集められる人がいようと、ちょっとね、一部この優先順位の動画で出しましたけど、取るべき景品なんてね、そんな多くないんですよ。うん。で、取るべきもの取っちゃったら、余ったのは、あとは、なんだっけ、カリウドの真珠ボックスとかに、ちょっと交換するぐらいなんで、で、カリウドの真珠ボックスだってさ、もう今までちゃんとやってる人は、結構欲しいところはもう揃っちゃってるわけじゃん。まあ、だからね、正直今回ね、いろんな人がいろんなことを言いたいと思うけど、私は仲間モンスターのバランス崩壊以外の部分は、大した問題じゃないと思ってました。はい。文句ある人はコメント欄書いてください。私の目からはそう見えてました。他の部分は取るに足らない問題だと。課金してる人、一緒に冒険する人が多少有利になったっていいじゃん。ね、ただ早く進んだ分みんなゆっくり追いついていけるよと。結局変わんなくなるよと。ただね、この、仲間モンスターの魔王の卵の交換数無限。ここだけはね、もうマジで終わったと思った。だってレベル10の魔王の地図をクリアしただけで、もう魔王メダルが50枚もらえると。うん。で、50枚で魔王卵と1個交換できちゃうんですよ。一回、友達のね、一緒に冒険にお邪魔して、一緒に魔王の地図の竜王を倒すだけで、魔王卵もらえちゃうんですよ。ね、一日それを何十戦何百戦とやれる環境にある人だったら、一日何十個何百個と魔王の卵を取れるだけの魔王コインが集まっちゃうんですよね。はい、いや、まじ正直ね、私にとって、今人生って、モングラなんですよ。人生のね、このやりがいとか楽しさの、半分近くを今モングラが閉めちゃってるんで、正直ね、この大切な世界が壊れるんじゃないかと。うん、まあ、昨日はね、すごい辛かったんですけど、今朝、朝10時半ぐらいかな。うん、このね、お知らせが出た時点で、ちょっともう泣きましたね。はい。もうね、今日はね、もうなんか何回か泣いてる。本当に、ほっとしたというか、良かったというか。そしてね、14時29分に、改めて、うん、魔王の卵交換停止いたしますと。いや、本当にちょっと鳥肌立ちましたね。いやー、嬉しかったです。はい。ということで、まあ、その仲間モンスター関連と、まあ、あとはそのね、そんなに強くなくて一人で倒せない人が不公平問題とか、まあ、今後ね、魔王の地図に関する様々な問題がどういう形でね、来週以降アナウンスされていくか、わかりませんけど、まあ、今回の動画でね、ちょっとね、運営さんに対して言いたいこととしては、もう、すごいよ。うん、皆さんも思いませんでした？週末だよ？うん、私ね、結構この週末、またいでるのも絶望してたのよ。どうせ月曜日からかなと、修正のお知らせが来るとしても。それがさ、土曜日の朝10時半よ。で、しかも、10時半の時点では、とりあえず何かしらの修正が入りますと。第一報。これでいいんですよね。第一報なんてこんなもんでいいんですよ。どれだけの人が安心したか。私実際泣いたんですから。で、その後、休日のね、14時29分ですよ。その日のうちに、とりあえずクリティカルな問題として魔王卵。ここの部分については交換を停止しますと。もう全く同意見。
そこだけだから、頭おかしいのは。うん、だから本当に、なんか、やるべき速さ、止めるべきところをなんかクリティカルに分かってる。いや、本当にね、いい運営だと正直思いましたね。まあ、やってしまったことはやってしまったこと、怒ってしまったことは怒ってしまったこととして、しょうがないにせよ、まず、週末なのに対応が早すぎる。しかも、最初のさ、10時半のさ、とりあえず何らかしらの、修正がありますっていう、第一報ね、午前中の第一報って、あれってね、上司が、多分部下の仕事の隅々までクリティカルな部分を把握してないと出せないと思うんですよね。部下に事情を聞いてさ、何がどうなんだ、説明しろとかやってたら間に合わないですよ。朝の10時半なんて。もうとりあえずもうクリティカルにね、作業の内容が頭入ってる上司が、ここだけはとりあえずアナウンスしとくと。その上で、ある程度偉い人と、まあ、その、対応する直接の部下だけ、その話をして、クリティカルな部分、魔王卵の効果の部分だけ止めるって。いやもうね、なんか、浮かびましたよ、頭に。今日起こったことが、机に社内なのか、ズーム会議なのかわかんないですけど。いや、本当になんか、風通しのいい、会社の風景まで浮かんできましたよ。うん、もうなんか、ちゃんとね、その、部下にはその仕事を伸び伸びとやらせて、ちゃんと上司はそのクリティカルに要所を抑えつつ、まあ、謝るときは俺らが謝るから、君たちは好き放題じゃないけどね、伸び伸びといつも通り仕事していいんだよと、今回のことはもう上で話し合ってね、しっかり止めるとこ止めて謝るとか謝るからみたいな、知らんけどさ、俺もさ、社会から弾き出されたとはいえ、私の上司、めちゃめちゃいい人だらけだったんですよ、ずーっと。本当にいい人だらけ、仕事できる、なおかつね、こういう対応ができる人たちだったんですよ。いやもう思い出されてきてね。いやーこういう運営さん、なかなかね、私他のいろんなアプリゲームに浮気してれますけど、いないっす。このスピード感、しかもこのやりすぎないクリティカルだけはしっかり掴む、この仕事期間、素晴らしいです。すいません、話しなくなっちゃって、すいません、ガチャいきます。いやーなんかなんだろうね、めちゃくちゃ嬉しいっす。なんでしょうね、めちゃくちゃ嬉しいっすね。なんでなんだろう。別にね、俺が嬉しい必要ないじゃん。俺が嬉しい必要ないし、なんならさ、ね、この運営の自業自得だとか言う人もいると思うけどさ、なんか全くそんな感情湧いてこない。いやー、ねえ、よう大変だったけど、このスピード感とね、このクリティカルを抑えた状態で、まあ、よう動いてくれたなって、はい。そしてね、ほんと私の今、一番大切にしてる仲間モンスターの世界をね、よう壊さんでくれたと。いやさ、やっぱり言うて仲間モンスター本気でやってる人なんて少ないからさ、やっぱ切り捨てられがちなんですよね。だから今回の修正だってさ、午前中の一報があった時点ではさ、その難易度調整とか、うん、この一緒に冒険で、この、なんだろう、一緒に冒険のその助っ人で入った人にはちょっと報酬がなくなるとか、なんだろう、その、一般プレイヤーのね、部分の修正がメインかなと。思ってたんですよ。仲間モンスターも問題だとは思ってるだろうけど、やっぱりその仲間モンスター以外の部分の修正がメインなのかなと。そうしたら14時半に、まずは仲間モンスターの部分を止めます。仲間モンスターのことそんな大事に思っててくれたの思っててくれたの、まあ、大事に思ってないとね。こんなバランスのいいコンテンツ作れませんからね。バランスのいいコンテンツっていうのは仲間モンスターのこと言ってますよ、私はもうね。ドラゴンクエストウォークの興味の6割の7割はもう僕は仲間モンスターなんですから。それ以外のコンテンツはね、ちょっともうかきむきでブンブンしてる。ちょっと俺強いする。ね、うん、感じなんですから、もうね。いやー、本当に、なんでしょうね、このトラブルの時の対応で、相手の本質がわかると言いますかね、その根っこの部分、ね。が見えると言いますか。まあ、この会社の体制の良さ、風通しの良さが今回感じられただけでなく、なんか、トップの、なんか、プロデューサー。あー、まあ、あんま褒めすぎるとキモいんだろうけどさ。まあ、改めてすごい人だと思いましたよね。というお話です。はい。いやー、もうなんかずーっと鳥肌立ってるもん。なんか幸せでした。はい。なんか今日は幸せ。っていうか、なぜやー！
それとこれとは別問題だろーっていうか出せよおい全然出てねえんだよセレシア系おい出せよまずはしてんだよお前いい話してんだろお前答えろよなんだお前マジでやっちまうぞお前マジでとりあえず今回はねセレシア県の評価が個人的にめちゃくちゃ上がってきてなんか4凸3本作りたいみたいな気持ちが出てきてます、うん、ただその気持ちを必死に抑えてる、うん、落ち着けと落ち着けとあくまで4凸は1本であとはね無凸でいいだろうとちょっと出てきてるのすごいねせめぎ合っておりますはいまあちなみに今回の、運営さんからのお知らせがなかったらねマジで助っ人助っ人ってか傭兵魔王の地図強すぎて倒せない人はね私日曜日のこの時間どこどこ公園にいますからね来ていただければ僕が力貸しますよ一緒に倒してあげますよ、っていうねお手伝いを気取りながら一緒に冒険にこのこそっとね素材ゼロで参加させてもらって魔王メダルをね稼ぎまくろうと、そんくらいやるんだったらもうセレシア4凸3本、作ってね、最強の妖精とし、妖精、なんだ妖精って、誰が妖精だお前、ごめん、関係ない関係ない。今のは俺が悪い、今のは俺が悪い。最強の傭兵としてね、ちょっと動き出そうかなと思ってたけど、まあこのね、素早いお知らせ来ちゃったらね、まあちょっとまた、そこもね、ちょっと悩ましくなったと言いますか、はい。いやーもうほんと脳みそパニックですけど、今日の夜の、お酒は美味しそうだ。今日の夜の宅飲みは美味しそう。本当にね、幸せです。なんでだよ！下はいいんだっけ？下はいいんだっけ？下はオッケー。下はオッケー。ごめんなさい、もうね。記憶こっち行っちゃってるから、もう今日のね、もう脳みそは本当、とにかくもう、良かった。もうとにかく良かった、本当に。中門という世界が壊れないで、本当に良かった。まあ、仲間をやってない人からしてみりゃ、まあ、そんな何言ってんのこいつと、些細な問題かもしれないけど、マジで、仲間をやってる人にとっては、すごい問題だったのよ。もうこれ伝わるかどうかわからないけど、すごいことが起きてたの。本当に。もうその、天動説と地動説ぐらい違う。うん。この、地球は丸かったんです。丸わけねえだろ、こんな平らがない、平らな大地ぐらい。ね、いや、丸かったんです。地球丸かったのぐらい。もう、天地がひっくり返っていうか出せよ出せよおい下しか出てねえよ武器出せよおいクソがしてんなよお前何の動画だこれ何の動画なんだこれはもうぐっちゃぐちゃだよお前脳みそこれいいから出せよまずはあなんかその中門の世界が守られた話と、この武器を出せような話、どっち優先するかって言ったら武器を出せよって話だよ中門なんてぶっ壊していいから俺に武器出せよどっちだっていいんだ俺は。なんだろどっちだっていいんだぞ俺はもう。ただほんとね、まず出せ。クソが !2 本目だよ !2 本目だよしてんだお前。まあまあさなんて、あ、クソが引かれたクソばっかしやがってお前何話しようか忘れたわお前。あ、そう、その愛した女？まあ、女じゃないんだけど、今回は。愛したモングラだからこそ、もうね、俺の手で終わらせようとも思ってた。マジで俺がもうね、魔物コインじゃねえ、魔王コイン1日で5000枚、1万枚稼いで、俺は常に魔王の卵毎日割り続けてまーす、みたいな、こと言って、もうそしたらもう大炎上もする、まあ、大炎上するかわかんないけど、萎える人もいるだろうしね。まあ、ただ、俺がやんなくたって誰かしらやるんだから、だったら俺の手でって思ってた。マジで似合ってんだよ何やってんだよ、おい！ざけてんじゃねえよ！クソが！なんなんだ、これ、お前。どうなってんだよ、お前。なんで王者の盾と光のタクトのセットって、お前。どういう神経してたら今日出せんだよ！今日だぞ！反省してるんじゃないのか、お前。おい、上！反省してんじゃねえのかよ！てめえが宝の地図のバランス調整そもそも間違ったんだろうがよ！反省してんじゃねえのかよ！反省しろよ！反省しろ！反省しろよ！反省しろ！反省しろー防具下一個今日、成果。反省しろよおい武器武器武器。反省しろしろよクソがクソがこの武器じゃねえんだよそんなこと分かってるだろうね運営のあなたならね、仕事ができるんだからね